反町隆史がすごすぎる。反町隆史はゴルフ好きとしても知られているが、ゴルフを始めたきっかけは現在の妻でもある松嶋菜々子とデートをするための口実として始めたのだ。もともとゴルフが好きではなかったが、何事も一生懸命取り組む反町は1年中ゴルフの練習を重ねていたとか。そんな反町の姿を見て娘からプロゴルファーだと思われていたという。反町と松嶋は結婚のきっかけとなった伝説のドラマ GTO で26年ぶりの共演を果たす。最後のシーンで夫婦2人で並んで歩く姿が放送されて SNS 上でトレンド入り。冬月先生だ、松嶋菜々子も変わってないな、最後見えただけでもう満足、やばい、松嶋菜々子美しいと SNS ですごい反響になったんだ。どこまでもグレートな2人に今後も注目していくのだ。チャンネル登録よろしくお願いします。